こんにちは、デュアリティビーです。ご視聴ありがとうございます。本日は Mac が壊れて買い直して、いろいろめちゃくちゃ大変な思いをしてどうにか使えるようになったので、その動画をお送りしたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。 Mac が壊れました。この通り、このボタンを押すとディスプレイのこの真っ暗ながらも明るさが変わるんですよね。ほら、けど何も映らない。起動の時のブーンっていう音は鳴るんですけど、なんでしょうね。もう何もできないです。で、今現状テレビに映して作業がまだなんとかできる状態になりました。タイムマシンをちゃんとバックアップ取ろうかなって見たんですけど、ちゃんと昨日までは取れてるみたいですけど、一応取って、もういい加減買い替えかもしれないですね。どこが壊れてるかわかんないけど、リーなんとか、リフローだかなんだかっていうのをちょっとヒートガンで、もうどうせ壊れてるんで、物は試しでやってみたいと思います。なんか、ああ。気休めだな。ね。気休めみたいな感じになっちゃいますけど、で300度ぐらいでやるらしいです。まず30秒ぐらいやってみます。あっちあっち、切ったね画面で、本当申し訳ないですけど、炙った結果こんな感じで、今まで真っ黒だったのが縦線が出るようになりました。ってことはですよ、やっぱり悪いのはディスプレイの基板なんじゃないかということで、基板じゃないか、ディスプレイ買ってみたいと思います。見た目は全く同じなんですけど、 Mac 届きました。これから設定していきます。ああめんどくさい。2017年の iMac の新品買いました。ですね、今 Apple Store で売っている一番安いやつよりもちょっと安くて、かつネットでベンチマークなんか、ベンチマークでしたっけ、スピードみたいなやつですね、もう調べるとこっちの方が全然早かったんで、こっちを購入しました。なんこの響きがすごい。キーボードがちょっと違いますね。高さがちょっと違うのと、あとマウスもちょっと、あれ裏電池ないなと思ったら、新しい iMac は充電になってるんですね。それでこの線がついてきてます。全部剥がしてみましたけど、本体全く一緒ですね。でこれ内蔵のストレージなんですけど、この今使っていた古い壊れた古い Mac は SSHD に換装してます。いわゆるフュージョンドライブ的なやつですね。 SSD とハードディスクドライブがハイブリッドになったものなんですけれども、うるさいな、娘が歌を歌ってうるさいです。壊れた Mac が今テレビに映ってるんですけど、タイムマシンでバックアップ取ったので、そこからちょっとコピーして新しい Mac をうまいこと使っていけたらいいなと思ってます。無事に
終了することを願ってます。では始めます。はい、今新しい Mac に外付けのハードディスクからデータの移行転送している最中です。うまくいってほしいですね。この 4K のレティーナディスプレイはめちゃくちゃ綺麗ですね。今までの2012年のレティーナじゃない iMac と比べるともうすごい差が感じられます。今時のスマホの大画面みたいな感じで超なんか綺麗ですね。30分ぐらい経過してちょっとスリープ今解除してみましたけど、ここのレベルメーターみたいなのは全然変わんないです。ただ今解除した時7時間になってたのが今4時間、また変わった、4時間になりましたね。今2時なんで6時ぐらいには、お、3時間35分だったな。ぼーっとしてて1時間経過してしまいましたが、1時間経過して残りが1時間13分になってます。予想より早く終わるかもしれないですね。その後30分経過しました。残り4分と出てますが全然進まないですね。でいろいろずっと見ているとこれが急に1時間になったりとかがあるんで、まあまだまだかかるのかなと思ってた方がいいかもしれないですね。移行が完了しました。再起動中になってます。さてどうなるんでしょう。今再起動してるっぽいですね。さてドキドキの瞬間ですね。けどこれが結構進まないな。お、いきなり白くなった。マウスのカーソルも出てきたけど何も変わりませんね。どうなってんでしょう。お、出てきた。まだかかるの。 This Mac Looking for incompatible transferring your information finalize your、ミグレーションコンプリートってスペルはそういう風に読むのか分かんないけど、ちょっと次押してみます。また真っ暗になりましたね。さてどうなんだろう。あれ、あ、カーソルは出てる。カーソル動くの。おお、パスワードのところがあるんでちょっと伏せますね。さてどうなるんだろう。まあめっちゃ画面綺麗ですね。 Apple ID でサインインって出ましたんでサインインします。携帯に届くやつで番号が来ましたんで、こんなの出ました。ログインサーバーこの Mac に用に最適化されていないとかでですね、あらららーって感じですね。これどうしたらいいんでしょうね。やっぱり OS が古いってことなんですかね。 OS アップデートしないとダメかな。やっぱり OS がモハーベの古いバージョンなんで、これちょっとアップデートしてみます。キャタリナ今すぐアップグレードっていうのをやっていきます。またここでも時間がかかっちゃいそうですね。本当にちゃんと戻るのか。あと19秒、18秒、17秒、16、15、14、なんか急に早いぞ。秒読みが7、6、5、4、3、2、1、ゼロ。使えるようになるんでしょうか。これが治るのかな。あれまだ終わってないけど、何回も再起動だとか繰り返してますけどなかなかインストール終わらないですね。
これがもともと入っているこいつに、この機種に入っているハードディスクがこれなんですけど、これじゃ全然サクサク動かないので、結局一番上外付けの SSHD をメインで動かして使ってます。真ん中のがタイムマシンですね。パーテーションで仕切って、あの上がタイムマシン、バックアップなどってところですね。ここには写真とか、今度こっち側に写真を入れていけば、こっちの方がメインで使う方がいっぱいになんないんじゃないかなと思ったんですけど、ただですね、こっちが壊れたりしたら、ちょっと考えます。それはこれが今実際に動いている SSHD なんですけど、ゲーマーがプレイステーションなんかに入れて使うハードディスクらしいですけど、こいつがかなりサク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 動きます。でその下タイムマシンの外付けハードディスクですね。でこれ娘の iMac ずっと借りてたんですけど、ファイナルカットだとかロジックとかもサクサク動く古い MacBook Pro なんですけど、 MacBook Pro の高スペックの中古を探した方が良かったんじゃないかななんてちょっと思ったりもしてますけど、まあとりあえず今はサクサク動いてます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。